はい、どうもこんにちは。今回はですね、僕がハスラーに、履いてるね、タイヤのねちょっとお話なんですけど、あの東洋のねオープンカントリーっていうねゴツゴツしたタイヤ履いてるんですけど、あのまあオフロード用ってはオフロード用なんだけど、まあ結構そのアクロを走るのにはね、まあ普通のタイヤよりは一般的なタイヤよりはかなり、いいんだけど、まあどっちかというと見た目重視って感じ、まあ僕はそうなんだけどね、まあその性能云々っていうより見た目がやっぱりゴツゴツしててねかっこいいなっていうことで選んだんだけど、それでちょっと知り合いがねなんか気になったみたいで、で、そのオープンカントリーを履こうかななんて、考えてるみたいでね、で実際音とか振動とかどうなのっていうのをこの前ちょっと連絡来たもんですから、でまあ頻繁にね会える仲間じゃないもんですから、じゃあまあ動画作ってアップしてみるから、まあ、それでちょっと聞いてみてよっていう、話をねしたんですよ。でちょっとね昨日撮ってきたんですよ音ね。でちょっと失敗したのがね、ベンチレーターのねエアコンのねベンチレーターの吐き出しの近くでね、iPhone ね、ちょっと構えて撮っちゃったから、ちょっとそっちの、ね、吹き出しの音の方が大きくなっちゃって、ちょっとね判断しにくいかもしれないんだけど、でもまあちょっとゴツゴツゴリゴリした感じはね、多少ね分かるんじゃないかなと思ってね、ちょっとゴロ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 しますからね。でまあ実際運転してる時のね自分の目の高さとか耳の高さの位置だとね、全然まあ音楽とかねかけてたりとかエアコンかけつけてたりするとほとんど分からないんだけど、よく聞いてみるとね、ちょっとゴリゴリゴリとかね、ゴロゴロゴロって感じがね、わかると思うんですよ。で、まあ、個人的にはそういう感じが好きだもんですからね、まあ、このタイヤを選んだんだけど、まあ、これから、このタイヤを買おうかなっていう人はね、まあ、その辺ね、よくチェックしてからね、買われた方がね、いいと思いますんでね、まあ、一応とりあえずね、撮ってきましたんでね、聞いてみてください。